米州はソマリアの休業制区画の一つ。州とはバイドア。ソマリアの休業制区画では唯一インド洋と他国に接しておらず、周囲はすべて他州に囲まれている。接している州は北から時計回りにバコール、カブシェベリ、チューブジュバ、ゲドの四つではあるが、北東部に位置するヒーラーンも含める場合もある。人口は約79万人で18つある。 休業制区画の中では4番目とかなり多い方である。ソマリア内戦勃発後、州とバイドアは統一ソマリ会議、ラハンウェイン抵抗軍、ソマリア暫定連邦政府、アルシャバブと支配勢力が変わっており、バイドア以外の州域でもイスラム法廷会議などが支配下に置いたこともある。近年では、ソマリア連邦政府及びエチオピア連合軍が、 州とバイドアをアルシャバブから奪還しており、2014年にはソマリア連邦政府側として再建された南西ソマリア自治政府の領域に米州は組み込まれた。米州には3つの地区が置かれている。人口値は2005年推定。ニュースインブリーフ21ショートトンマーチ2014エンバシーオブザ・フェデラル・デモクラティック・リパブリック・オブ・エチオピア 2014年7月11日閲覧。海外安全ホームページソマリア、アドミニストレーティブマップオブベーレギオン、PDF ハット CIA マップ、ソマリアトランスポーテーション、PDF ハットポピュレーションエスティメーションサーベイ2014、フォーザ18プレイ、ウォーリージョンズオブソマリアハット、ソマリアナショナルピースカンファレンス、ハットリージョンズ、ディストリクツ、アンドゼアーポピュレーションズ、 ソマリア2005ありがとうございます。